どうも皆さん、はじめまして、のぶと申します。今回から毎日キャンプ生活を投稿していくことになりました。最初の動画ということで、まずは自己紹介させてください。僕はですね、自身が持つひきちゃれというチャンネルで、ドラム初心者が毎日練習してみたという企画を約4年間やっています。練習初日から今に至るまで毎日最低1時間は練習して、そのビフォーアフターをお送りする YouTube 活動をしていまして、ありがたいことにたくさん再生していただけた動画もいくつかあります。そして今回ですが、アウトドアサイトクラシーノ様とのご縁で、初心者から始める毎日キャンプ生活動画を作ってみることになりました。僕は引きこもり生活をするほどの超インドア人間で、全くもってアウトドアな人間ではありません。そんな人間が毎日キャンプをすることになったらどうなっていくのかを毎日記録してお届けしていきます。そしてこの企画のルールと方針ですが、キャンプにもいろいろな形がありますよね。キャンプ場でのキャンプ、庭でするキャンプ、野営、部屋キャンプ、車で寝泊まりするキャンプ、デイキャンプとか、たくさんスタイルがありますが、どんな形でもいいから毎日キャンプ行為をすることをルールとしていきます。ただし動画編集に追われることもあるでしょうし、そんな日に無理にしなければいけないと考えすぎて楽しめてない様子をお届けするのもどうかと思うので、どうしても難しい日は無理をせず、ほぼ毎日キャンプをするという設定でやってみます。はい、それでは早速始めていきたいと思います。こちらが今回の企画の初期装備なんですけど、ワークマンのウェブ限定で買えるテントですね。ベーシックドームテントと言います。価格は4900円、めちゃくちゃ安いですよね。全6色あるんですけど、今回迷彩柄をピックアップ送っていただいたものなのに雑に扱っています。すいません、もう早く立てなきゃと思ってました。この時点ではまだ何が何なのか分かっていません。これを下に引くのかと思ってるんですけど、これ後で外にかぶせるやつですね。でこちらがセットの中身なんですけど、入ってるものは本当にシンプルでした。はい、で次はポールの組み立てですね。ポールを組み立てるのが一番なんかなぜか不安を抱いてたんですけど、まあ、こんな感じでただ差し込むだけというか、差し込んで組み立てるだけだったんで何の心配もいりませんでした。今左手に持ってるのがキャノピーポールっていうやつらしいんですけど、それを今メインポールに繋ごうとしています。あれでも繋がんないぞ、どういうことなんだってなってる状況ですね、これが。はい、説明書見て確認してます。どうやって繋げるんだと。違う、それ繋がなくていいんだ、繋がなくていいんだよ。はい、で繋がなくていいことに気づきまして、ポールを立てることにしました。はい、でポールを通しましたら、ポールをよいしょと持ち上げて、このテントの中心に紐があるんで、テントのてっぺんで結びます。一気にテントらしくなりました。ここでかなりテンションが上がっています。で本当はもう少し引っ掛けたりしなきゃいけないんですけど、この状態でもう外側のシートをかけてしまいました。待ってくれ、引っ掛けてないぞ。でも分かってないので仕方ありません、初心者です。で最後にロープで、テントを引っ張ったりして、まあペグも打ったりなんかして終わりっていう流れなんですけど、多分流れ間違ってたりしますよね。はい、で日が少し暮れ始めてしまってるんですけど、もうだいぶ終わりまして、最後にこの日差しの跳ね上げですね、キャノピーポールというやつでやっております。で自分の中でのテントって大体こういう形だよねってい う, こうイメージを膨らませながら設営が完了した状態です。さて早速入ってみるんですけども、なんかこう想像以上にこう低いというか、こじんまりとはしていました。でもまあ普通に足を伸ばして寝れる広さはありまして、見た目以上に広いんだなと思いましたね。あ、寝れるじゃんと。ただこの家の裏庭の地面ですね、石がたくさん落ちていまして、このまま寝転がると非常に石が痛かったです。はい、それでマットとですね、寝袋を持ってきました。実はこれずっと前に買ったもので、今回テントだけで泊まれたら面白いなと思ってたんですけど、ちょっと石が痛すぎて無理でしたね、諦めました。とは言ってもこのマットを地面に敷いたことがなくて、結構薄いですし大丈夫かなと思ったんですけど、いざ敷いてみたら全然大丈夫そうでした。かなりでかい石じゃない限りはこれで問題なく寝れそうでしたね。じゃあこれで準備完了ということで、あとは夜を待つことにします。はい、夜になりましたので戻ってきました。ランタンをまだ持ってないのでスマホの明かりしかなくて、なんか野生動物を撮影してる映像みたいになっちゃってます。不審者でしかないですね。でもっと初キャンプドキドキワクワクするかと思ったんですけど、暗すぎてそれどころじゃなくて、もうスマホ触るしかやることもなくて、もう1時間ぐらいアプリゲームしたりちょっと勉強してみたりとかして、もう本当にやることないわと思って寝ました。なんかいろいろこんなことありました、こんなことありましたって言いたいんですけど、本当に何もなかったんですね。それが初日の夜でした。朝になりました。一晩過ごしたんですけど、かか
か言うて一晩過ごしたんですけど、枕がなくてマジでめちゃくちゃ寝にくかったです。ランタンなしで光がなくて寂しすぎたのと、あとこのなんか家にあった寝袋がなんか動けなくて辛かったのと、全体的に快適なキャンプではなかったなっていう感じがしてます。首がきつかったです。はい、こんな感じで初日は終了しました。まあ、まだアイテムも少ないので快適じゃないのは仕方ないと思うんですけど、きっと数ヶ月も経つ頃にはかなりキャンパーらしくなって楽しめるようになってるんじゃないかなと思ってるんで、これからも楽しく続けていきたいと思います。まあ、直近でまず欲しいのは、まあ、チェアとテーブルとランタン、あとご飯も食べてみたいんでバーナーとかクッカーとか、そこら辺のアイテムをまず揃えなきゃいけないですよね。まあでも徐々にやっていこうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。